ト製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。今日の企画はこの冬ネバセイ家で食べる鍋を食べよう、食べようじゃない、鍋を決めようよ。今日は2人で話し合って数ある鍋の種類の中からベスト3を決めたいと思います。というのは嘘企画です。本当の企画はこちら、ネバセイココロに120dB出させるまで終われません。というわけでですね、まあ今回僕がネバセイココロに大声を出させて 120dB 超えを目指すという企画をやっていきたいと思うんですけども、うちのネバセイココロはもともと声が大きいということでね、今回せっかくね声が大きいんだったらナンバーワンを目指そうじゃないかと、いやオンリーワンを目指してもらいたい。まあきっとねこの企画が終わったら僕は怒られます。というわけで今回は音量注意です。それではご覧ください。本当にこれやりたかったの？え？なんで？ちょっと緩くない？ああ姉ちゃん、何がっかりだよ。え？姉ちゃんが鍋のことそんな風に思ってるなんて俺思わなかったよ。いや鍋のことを悪く言ったつもりはないんだけど。あんまりだよ。いやごめんごめん、お姉ちゃんが悪かったよ。鍋もそうだけどさ、どんな企画でも面白くするのがこのチャンネルでしょう。まあそうだね、分かった分かった分かった。ちょっと姉ちゃんの方が緩んでんじゃないの？緩んでないよ。ほんと？え、そういう音の方が緩んでんじゃないの？ああ本気で俺はもうこの企画に命かけてるから。あ、本当に言うたで。もうだからまあとりあえずね、もう仕切り直しだよ。もう一回姉ちゃんタイトルコール初心に戻って、大きい声で。分かった、お願いします。うーうーはい、では今日の企画はこの冬ネバセイ家で食べる鍋を決めよう。いやー鍋の季節だよね。季節ですね。音がそんなに鍋好きだったとはね。いや気合入りますよね今日ね。もういいな声。ここで決まった鍋の種類だけしかこの冬食べられませんから。え、そうだ、それ嫌なんだけど。そうだよ、もうそれぐらいやっていかないと。しっかり考えていきましょう。オーケー、行きましょう。じゃあ私から行くよ。私はパン粉鍋おすすめです。いやちょっと姉ちゃんともあろうものが、何元気がないぞ。いや力強くちゃんこ鍋ですよ。ちゃんこ違うでしょ姉ちゃん。何がちゃんこ鍋です。いやこれぐらい行かないと。いやもっといけるよ姉ちゃんなら。いやいやいや、えどうした、何鍋が好きなの？足りない、もっと腹から声出して。ちゃんこ鍋ですよバカタレ。じゃあとりあえずね、ちゃんこ鍋ね。オッケー、分かった分かった。じゃあ次もっと言いなよ。じゃあ俺ね、うん、この冬食べたい鍋、うん、まあやっぱすき焼きかな。私は素材の味が楽しめるちゃんこが一番だけどな。あ、そう？他いないの？他はやっぱね、まあ、あの寄せ鍋も好きなんだけど、キムチ鍋。え、何？聞こえない聞こえない。何？え？いや、どうした、耳遠くなったな、いきなり。なんだって？キムチ鍋が次のおすすめ、この冬。あ、そう、キムチ鍋といったらやっぱりあれだよ、うどん。キムチ鍋には普通のうどんを入れてほしい。どうした？急に黙ったな。姉ちゃんさ、ちげーってめっちゃでっかい声で言ってみてくれる？え、一緒に言う？じゃあ。あ、いいよいいよ。いっせーので、ちげー。え？足りないな。じゃあどれが結局いいかな？ちゃんこですよ。ちゃんこ。うん。ちゃんこ。ちゃんこ。じゃあまずその句はちゃんこだね。じゃあ最後にちゃんこって。ちゃんこ！いやー。企画だったと思うよ。今日は違うんだ。今日は違うんだよ。何？ちゃんこ鍋でしょ。今回の企画、ネバセイココロに 120dB 出させるまで終われませんという企画だったんです。またそういうことやってたの？うん、まあおかしいと思ったよ冒頭から。え、こんな企画なんかやりたいの本当にと思ったよ。なんか途中も大声出さそう、出させようとするし。まあそういうこと。まあこういうことだったんですよ。いやでもね、がっかりですよ。まあ結果から言いますと、うん、120dB は言ってません。おお、まあまあまあそこまではいかなくても。でもちげーとか言わせられたもんね。行くかなって思ったら、うん、姉ちゃんは 101dB。 ちゃんこー。あー、まあまあまあ100超えたんならギリいいんじゃない？でね、うん、こっからなんだけど、俺がね 106dB 出してんだよ。は？え、嘘嘘嘘嘘、私よりは出してないでしょ。そんなに悔しいの？悔しい。え、なん
か勝手にドッキリさせられてさ、なんか負けましたみたいなこの感じめっちゃ嫌なんだけど。まあ企画としてはちょっと今回残念ながら期待通りの結果は得られなかったということでね。だよね、いつか姉ちゃんが120デシベル出せるように応援よろしくお願いします。複雑、すごい。鍋は締めも大事だよね。鍋をつけたいよ。違う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 。音量注意。もっと腹から声出せ。音量注意。もっと腹から声出せ。音量注意。もっと腹から声出せ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら。チャンネル登録をせねばと思った人はこちら。Twitter を見ねば。思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。